始まりました。 LINE ライブアイコンサマーパーティー in ソウル。わー、司会進行を務めさせていただきます、お笑い芸人の異文化のプーテジュと申します。よろしくお願いします。カルタプリンダー、よろしくお願いします。ではですね、まずメンバーの紹介からお願いします。はい、皆さんこんばんは。イケメンがなりたい情熱マンユニオンです。ユニオンさんでーす。はい、こんばんは皆さん。アイコンのダンスボーカルトンちゃんです。久しぶり、ありがとうございます。私はハンビンです。アイコンのリーダーだよー。そう、岩井さん、ありがとうございます。何だろう。私はあなたが好き、ジュネです。ジュネさんです、ありがとうございます。いやー、お久しぶり。あ、パビです。あにょん、あにょん、パビさんです。おー、ありがとうございます。あー、俺も君が好き、次男です。いやー、ありがとうございます。はい、あ、皆さん、会いたかったよ。アイコンの聖子チャヌです。わー、チャヌさん、聖子チャヌさん、ありがとうございます。もう始まってすぐなんですけど、もう今もうコメントすごい、ハートもどんどん送られてきてるんで、ハートを頂戴。いや、ハートハートちせよ、いっぱいハートください。ハートちせよ。本日はですね、ミニアルバムニューキッズビギンリリースをされたんですけども、はい、なんとデイリーチャート1位になりました。おめでとうございます。圧速1位になりましたけど、今の気持ち、ヒルビーパドゥーン、気分を落とせ。はい、今の気持ち、今の気持ち、チーになった気持ち、本当にアイコニコたち、アイコニコたちのおかげで僕たちがオリコン1位することができました。わお。はい、本当に感謝してますよ。皆さん、愛してますよ。愛してます、ありがとうございます。ちかみさん、今日はね、なんとここだけのトークあり、企画あり、盛りだくさんの内容ですので、最後までお楽しみください。はい、まじまったじきていじせよ。はい、はい、そして、LINE ライブではおなじみの画面の右下にあるパミョン、オルンチョアレイヌハートのボタンがあります。はい、このハートのボタン、このハートを押していただいた数に応じてアイコンの皆さんから素敵なご褒美があります。OK、 素敵なプレゼントがありますね。はい、まずですね、ハートの数500万、オーベンマン、トルパハメを500万突破で即興アカペラ曲披露。わぁ、アカペラ、そうですか、アカペラ、大丈夫、けんちゃなよ。はい、あ、もう、アイコンさんだ。いつでもできるよ。いつでも、いつでもできるみたいですね。これはね、テーマは何でも大丈夫、好きな食べ物とか、はいはいはい、不思議な、もう好きな場所とか、ちょっともう何でも大丈夫です。何でもいいですね。即興でアカペラを披露してください。はい、で、800万突破で、はい、カメラレンズにサイン、カメラレンズにこれサイン、こちらはなんと視聴者様のプレゼントになりますので、応募方法に関しては後日ですね、 LINE ライブのツイッターで公開いたしますのでお願いいたします。はい、ただですね、もうハートがなんともう100万、うわ、もう今ペンマン、うわ、ペンマン取り返すんだ、すげえ、わあ、わらだ、手番ですね、すごい、早いですね。でですね、いろんなコメントが届いてるんですけども、あ、どんちゃん大好き、ジュネさん大好き、僕も大好きよ。コメントが早すぎてなかなか読めないんですけど、ではですね、まあ、自己紹介も終わったので、ここからはもう発売されたミニアルバム、はい、もうアイコンさんの発売されたニューキッシュのこのアルバムについてちょっとお話を聞いていきたいと思います。ゲゲル、トコシ君でケンチャンだよ。はい、はい、あ、じゃあお願いします。まずはですね、今回の楽曲の思いを聞かせてください。イボン・エルボネ、トップで手半戦がぐるちょんといぎょるしゅせギアイさん、このアルバムは
일단 이러이러 장르의 曲가 아리마스. 뭔가 블링블링과 힙합, 그리고 뭐 비데이와 파티 댄스, 월드와이드 뭐 힙합, 퍼펙트와 발라드 가나시 교구 가나시 교구 네. 블링블링도 퍼펙트가 이지방 스킬했어. 어? 나도 B.I. 산와 블링블링도 퍼펙트가 이지방 이지오시다도 했는데 여러분 요가도 절대히 뭐 聞いてると思うんですけど ぜひ聞いてみてください. あとですね 次가 타이틀には どんな意味が込められていますか? タイトルへの音の意味が 単語上に進み タイトルが何ですか? タイトルがブリングブリングですか？あれ、ニューキーズ。あ、ニューキーズ。ニューキーズはやっぱり、ニューキーズ。ニューキーズですね。あんまり説明が必要じゃないと思います。はい。これは新しい。なんかちょっと若い感じ。はい、若い感じと新しいの気分で。はい。はい、新しいブレーク。あ、よかった、これ。はい。メンバーたちの中で回してみてください。はい、ちょっとたくさんコメントがハートもすごい来てるんで。そうですね。はい。で、次の質問なんですけど、レコーディングの裏話、レコーディングの裏話ですね。エボンレコーディングに沿ったチェミヌンイル、センガゲナマインヌンイリラン、これ一緒よ。答えが。チャヌさん、チャヌさん行きましょうか。ああ、やっぱり。いや、イーサーで많이혼났죠でも많이안혼났잖아블링블링내가도많이혼났어블링블링너거의한발맞잖아와찬우찬우파트찬우노파트가찬우파트블링블링の中で기링기링파트기링파트기링파트だと思いますありがとうございますキーになるパートだということですね。キーさんのパート。あ、キーリングパート。キーリングパート。キーリングパート。ありがとうございます。ちょっと見せて。あ、ちょっと見せてくれますか。ああ、はい。キーリングパート。はい、ちょっとだけ。ブリンブリンのキーリングパート。日本語は、はい。今だ。ここまで。終わり。すごく短いキリングパーツだったんですけど、まあ、素晴らしい。ありがとうございます。感謝だ。首元、首元、味の元。でですね、元元、元元。このアルバムの曲ですね、エボン、オゲー。特にお気に入りの1曲、これはもうメンバー一人一人。一人ずつ。はい。一人ずつ。反面し、マメトヌノレル、カルチョです。はい。リミオさんから。はい。あ、今回のアルバム、今回のアルバムの曲で一番僕はもともとバラードが好きだからバラード、はい、パーフェクトが一番好きです。あ、パーフェクト、はい、ユニオンさんはパーフェクトが一番、はい、どうですか。さん僕はやっぱりダンスが好きだから、うん、ブリングブリング。そうですね、はい、ダンス、ぜひダンス、ブリングブリング見てください。ブリングブリング。ビエさん、僕はあかわれてしブリングブリングとパーフェクトが、ブリングブリングとパーフェクト、はい。ジュネさんは、僕もちょっと悲しい人だからパーフェクトが一番、パーフェクトが一番一番好きだと思います。パーフェクト。なんで悲しい人ですか。ありがとうございます、はい、ちょっと悲しい人ですよ皆さん。僕悲しい人です。悲しい曲が好きなの。悲しい曲が好きですよ。それ今笑ってるのに悲しいの。あ、笑ってるのはショーだよ。ショーか。実は俺やっぱプロだね。プロだよ。プロですね。今悲しい。そう、バビさんもじゃあ、お気に入りのパーフェクトです。パーフェクト。はい。皆さんパーフェクトが、パーフェクトが、はい、多いですね。ジナさんは。僕は、残ってるやつが、マイタイプリミックスだから、うん、おー、マイタイプリミックスです。わー。マイタイプリミックスがもう一番。はい、一番。その曲が僕たちのコンサートのためにみんなでちょっとマイタイプをアコースティックバージョンで、うん、ちょっとコンサートでやりたいなと思って作った曲だからちょっと、うん、もともとアコースティックも好きだしだから好きです。マイタイプ、マイタイプ。次男さんおすすめはマイタイプ。チャヌさん一番。あ、僕はB Day が、お、 B Day。じゃあ僕もこの曲で
実は僕も B-Day が一番好きで、なんかこうノリノリになるので僕は B-Day の中でステージの上のユニョンさんのエナジーが一番好き。得なエナジー、はい、エネルギー、 B-Day のユニョンさんのエナジーが大好き。情熱、情熱がある。僕は B-Day のバービーのラップが一番好きだよ。そうですね。あ、確かにあの始まりのラップですよね。でも日本語発音がサングラス、サングラス、ネックレス、ネックレス、クリーズ、アイスクリーム。おー、全部英語だけど。なかなかこのクミパイ、韓国でクミパイ、クミパイ、日本語ではキンバ、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 キンの歯でキンバ、キンバ、クミパイ、キンバです。キンバ、キンバ。それ英語でやっちゃったんですけど、まあ続いて質問なんですけど、こうドームツアー中に、あの5月、6月ドームツアーやったと思うんですけど、こう起こったハプニングですね。ドームツアー中、ドームツアーいろんなヘプニング、ヘプニングもんがいんなよ。ドームツアーでは、バビさんもそうだと思いますけど、バビさん、僕は振り付けを間違えたんです。バビさんとジュネさんが振り付けを間違えちゃった。はい、はい、それはドームじゃなくていつもです。正直いつもです。はい、皆さんごめんなさい。どんなライブでも間違えちゃう。それが僕たちの魅力、魅力だと思います。一つです。そうですか。僕はやっぱり歌詞、歌詞、そうですね。毎晩、毎晩歌詞が間違えちゃう。はい、よく間違えたんです、歌詞を。それ歌詞担当、振り付け担当。そうです。歌詞担当と振り付け担当間違えちゃう。それもドームツアー中に起こったハプニング。はい、コンサートでその失敗が、間違いがなかったら、それはコンサートじゃないです。そうですね。その失敗があるのもコンサートの。ジナンさんは、ジナンさんはドームツアーやった時に汗が、はい、そうです、重要なポイントだったんですが、汗をたくさんかいたんですから。そうです。はい、今回が一番でした。そうです、すごくかきますね。はい、そうです。これ今夏ですから、次の公演のとこすごいです。そうですね。大変。大変。で、こう秋以降もツアーが続きます。秋以降、カウイフドツアーが結束定じゃんだよ。はい。で、チバンコンヨネソ、地方の公演で楽しみにしていることってありますか？キレテヌイ、チバンコンヨネソ、キレテヌイ。全部。まあ、マラメオ、マシヌウンシも。はい、食べ物。美味しい食べ物とか全部。全部、はい、全部初めて。これ、旅行とか行きます？そう、地方に。一番カゴ、四辺カゴな、はい、でも旅行はあんま行けないです。あんまり忙しくて行けない。あ、ホテルの周りぐらいか。あ、そうですよ。散歩ぐらいが全部です。ホテルの周りの散歩、はい、それしかできない、はい、かでも、うんしぐん、はい、美味しい食べ物は、あ、ホテルの中である食べ物、はい、え、ルームサービス、それが全部ですよ、はい、食べに行けないですか。でも食べにはいい、たまには、はい。アイコンのメンバーが、アイコンメンバーより、チェイチョアの飲食も、一番好きな食べ物。全部。僕は、やっぱり、ひつまぶし。ひつまぶし。ちゃんも、はい、うなぎが、うなぎが好きなんですね。うなぎが男に好きですね。うなぎを食べて、男に好きですか？スタミナ。男に好きですか？スタミナをつける。いいです。はい、素晴らしい。僕は、ちょっとユニョンさんの顔みたい。ああ、うん、油そばが好きなんですよ。はい、油そば、油そば、油っぽいから。食べたことありますか？ありますよ。ありますか？日本ですごい美味しい油そばのお店あるんで、はい、油そば一番好きですよ。ぜひ紹介します。油そばが好きだそうですよ、はい、油そば美味しいですからね。わ、すごい、もうハートの数がね、どんどん来てるんで、まだまだハート、なんと220万、おお、2年以上突破してきた。もう500万まで、あと少し、もうハート送ってくださいと、はい、もっとハート送ってくださいと。ハートだぜ、アイコンさん。ハートだ、ハート、ハート、ハートください。皆さん、もっとハートください。これもハートをあげるよ。ハートあげちゃダメ、はい、ハートもらわない。ハートもらって、いっぱいもらってください。はい、いっぱい。で、これ最後の質問なんですけど、ツアー中に毎回必ずやること、標準へそメンバーハンサンハヌンドっていいんなよ。まあ、マラメンルーティン、ツアー中に毎回必ずやることって何かありますか？ユニョンさんが多分あると思います。どうして？ユニョンさんある？見せてください。はい、
あるんですか？はい、ルーティーン。セリフがありますよ。え、セリフ教えてください、それ、皆さん。そうだな。そうだな。僕たち、コンサート前に起動、うん、あ、このコンサートが、まあ、今始まるっていう試作館上ね、はい、こうエンジンは組んだりするんですか？さあパイティーンってこうエンジン、なんかそんな感じで祈る、祈る、あー祈る、へそ、はい、祈って必ず祈ってステージに上がる、必ず皆さんこう祈りを捧げてからステージに上がるみたいですね、はいはい、それがもう毎回おなじみの僕たちの文化ですよ、ルーティン、はい、あ、文化、これがアイコンの文化だそうです。僕は文化中心、あ、ちなさん違います、絶対レッドブルー飲みますよ。レッドブルー、あ、レッドブルー、ちなさんのステミナです、はい、レッドブルーが必要です。毎回レッドブルーを飲んでステージに挑んで、はい、エネルギーのためになんかエネルギー毎回飲みます。あ、それもちなさんだけですか、飲むのは。もう他のメンバーはあまり飲まない、飲まないの？僕は僕だけですか？はい、はい、僕はレッドブルじゃなくてモンスターが好きです。ああ、モンスター、モンスター。バディさんなんか飲んだりしないんですか？飲んだりとか食べたりとか。あ、僕はく始める前に、うん、始まる前に試着会じゃね、なんかテンションアップな曲、うん、じゃ特別に僕たちの曲じゃなくてもなんか。Turn up っていう音楽を聴いて、うん、はい、行きます。ガビさんはハイな曲を聴いて、はい、もう、はい、公演に挑む。そうです、ね、僕もあります。あります、何ですか？僕はちょっとステージに立つ前にはいつもちょっと緊張するタイプだから、うん、それで歯を食いしばってステージに上がる。いらん。みんなやりますよ、スラムドッグです。あ、はい、歯を食いしばって。僕も日本で、はい、エルボネソーはゲグメンハじゃない、はい、エルボネソーもう日本でお笑い芸人するじゃないですか。あ、それで歯を食いしばってステージに上がります。僕もいつも歯を食いしばって、はい、全然受けないから。あ、一番重要なポイントですよ。、はい、エルボネソー、そうですか、エルボネソーずっと滑ってます。滑るタイプ。あ、滑ってますか。めっちゃ悪いじゃない、滑ってますよ。滑ってますか。大丈夫ですよ、僕たちもよく滑ってますよ。滑ってない、滑ってない、全然滑ってない。バカ受けしてるかも。大丈夫です。でですね、次が、あ、映像クイズがあるそうでですね、皆さん、今回のミニアルバムの特典として、伊豆に旅行に出かけたのを覚えてますか？伊豆、伊豆予編。伊豆。伊豆予編。はい。かっちゃない。メルボイス、記憶かない？はい。あ、覚えてます。その伊豆に旅行に出かけた時の映像が入ってますけど、今日はですね、特別にその映像を見ながらヨンサンオルポミョンソの思い出を振り返っていきたいと思います。で、途中で簡単なクイズ、簡単なキズが来てるね、はい、それちゃんとこの映像を見てください、はい、皆さんもう前にキズがあるから、はい、で、なんとですね、このクイズ、キズに一番多く正解した人、グーマニーマッチンサラメゲヌ一番ラーメンを準備です。わあ、日本のラーメンですね。日本の、うわ、この、あ、見えない、美味しそう。このチバンラーメン、持ってきて大丈夫ですか？あー、진짜チバンラーメンね。でも、僕たち全部九州の、はい、九州ラーメン、九州が豚骨ラーメン。ラーメンは好きですか？はい、好きです。メンバーはラーメンが大好きだそうなので、僕たち、はい、宿舎が一緒です。あ、すっそが、あ、でも、はい、これを食べていいのは一番多く正解した人。チェマーに マチンサラミ、あ、クサランマンもこれですよ。わ、はい、かりました。あの量が一緒だから、はい、それは意味が他のメンバーは、いや、まあでも、もらう人は、もらう人は一番正解多くした人がもらえます、はい、もらうだけ、はい、皆さんクイズ頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。ではですね、スキル、スキル、今からもうトニオさん行くんですけど、 VTR 行く前に早速クイズです。はい、早速クイズが
あります。観着基準が、はい、皆さんは旅の最初に予変調でこうぶらりしていると、タスフンド、ダック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 スフンドに会いましたよね。そうです。そのワンちゃんの名前、クカンアジイルム、もしみか、もう一度、そう、俺でいこう、そう、俺でいこう、巨乳業があったりする、手を挙げて、はい、リアイさん、花火、花火、花火さん、花火ちゃん、お、他ないですか、他ないですか、花ちゃん、花ちゃん、花ちゃん、オーディルミオとか、花ちゃん、タッ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 ちゃん、あります、他の、タスフンド、タスフンドいる、覚えてないんです、覚えてない、覚えてない、このタスフンド自体が覚えてない、タスフンド覚えてない、全然覚えてる、チャヌさん覚えてる、お、ワンちゃん、あ、ワンちゃん、ワンちゃん、あ、ワンちゃん、ワンちゃん、カンガジいる、いるんで、これカンガジいる、タスフンド、그냥강아지완전히아이마고대기타기타모도저반사모아니모오모아니자모아니사모아니모아니바비사모아니네모아니ではもう早速ですけど答え見てみましょう。映像がここに流れるので、모아니メンバーの人見ながら답을알려주신게없어요。答えを見てみましょう。どうぞ。아저기딱正解は出ない。모아니너모아니아모아니와모아니고멘네완짱와저거귀여워라는거야와미나사오모이다시마샤가미나사고멘나사이전전오고에뜨나이전전오고에뜨나이클라스데스하이ここまで물론이거뭐正解の人は바비さんです。おめでとうございます。てかバビさんしか答えられなかった。これちょっとおかしいです。おかしい。何がこの後ろになんか誰かがいますよ。そう、今日なんか後ろにちょっと人がいるんですけど、多分答え教えちゃったかな。多分、ね、いえいえ、僕がこいつは僕の名前も覚えてないです。えっ、何だろう俺の名前。チェイチェイ。 Thank you。 チェイチェイ。あ、合ってる。チェイチェイ。じゃあ次行きましょう。次行きましょう。ありがとうございます。じゃあ、では次の問題ですね。次は体育館でレクレーションをするんですが、체육관에서レクレーションをするんで、ジュネティンハゴ、ジュネチームとチャヌチームに分かれて試合をします。勝ったチームはどっちでしょうか。イギンチームはどっちですか。よ。ジュネチーム。早いよ。早いです。早いです。내가졌어。チャヌチーム。僕もチャヌチームです。僕もチャヌチーム。僕僕。うん、イギンチーム、イギンチーム。僕のチームです。僕のチームが勝ったんです。はい。僕もジュネチーム。もうチャヌさん、チャヌさんのチームとジュネさんのチーム。チャヌさんはもうジュネさんのチームが勝った。チャヌチーム。진짜로요？チャヌチーム？チャヌチーム。僕は僕がいないチームだったけど、そのチームがどかもう覚えてない。だけどなんかその時に罰があったと思いますよ。だけど罰をやったことが全然覚えてない。僕がそれで多分僕のチームが勝ったと思います。あ、でもそれも映像に残ってるんで、はい、その映像を見てみます。はいはい。じゃあその映像の方お願いします。はい。お願いします。내가누군팀이었는지기억아예안나우리얘기했는데어이게이게나지이거어이거두는데근데아니야아니야우리가이겼었어우리가이겼었어아우리나하고그냥나도아우리북북또두네또아우리가이겼었네아아닌가우리가싶다누군지모르겠어잠깐만아닌가저나야저노란색머리나야심판인승제에서여봐이겼어지금이겼어저나야노란색머리가나야나아예기억이안나지한형때문에졌던걸로기억해고기부터아아나소고기구웠었어요코멘트에전혀기억이안나요라고했어요이거정답인사람은바비さん과
でユニオンさんも正解しましたね、はい、でチャヌさんも正解しました、はいはい、と3名が正解しました。おめでとうございます。勝ったのはジュネチームです。でしょです。はい、やっぱりみんな全然覚えてない、はいはい、でも映像を見て思い出しました、はいはい、そうですね、思い出した思い出した思い出しました、はいはいはい、完璧、ありがとうございます。では次に続いての問題に行きましょうか。はい、はい、もう正解してない人頑張って、はい、頑張ってください。行こうぜ、頑張って。この後メンバーはメンバーでの豪華ペンションに行きます。ペンションで買っちゃう、はいはいはい、この気温なんです。それは覚えてます。そこであるメンバーが部屋に入って、はい、夫の綿棒がパンへとロガスを、絶叫するんですが、その理由はケソムチルヌで、チルヌ理由。スパイド、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 スパイドは日本語で、雲、雲、雲、理由は雲です。雲が出た、はい、雲が出たね、はい、そうです。他あります？僕も雲が出た、雲が出た、はい、雲が出て絶叫した、はい、雲も覚えてますけど、多分今お城？おじ T が覚えてる？後ろ、後ろにいる人と一緒にボクシングやりました。それは覚えてますよ。それで絶叫した。ボクシングしてる。多分それで、はい、そうだと思いますよ。じゃあこの人はユニョンさんですよ。あ、それで、そうですか、絶叫したのが、はいはいはい、ユニョンさんですよ。僕はと思いますよ。チャヌが面白いボクシングした。チャヌさんが服を脱いでた。それ見て絶叫した。それでユニョン형이놀랬다。나와같은사람이있고있다部屋に入ってチャヌさんがすぐ全裸になって、それを見てユニオンさんが絶叫したって言ってます。果たして正解は、なんだ、 Wi-Fi ができなくて、あー、 Wi-Fi が連結してなくて絶叫しちゃった。そうだね、っていうこと。あ、トマトは出そう。わかんない。雨がたくさん降りましたよ。あ、その時にね、はい、うん、でそれで多分雨を見て絶叫しちゃった、はい、いいから気持ちがいいから。あ、気持ちがいいから、はい、いや、あ、これが自由だ。チャンスさん、ありますもう覚えてない、全然覚えてない、みんな全然覚えてない。まあじゃあ、ね、もう正解見ましょうかね、はい、正解、もう正解見てみましょう。では映像お願いします。これ4歳です。チャルボコ、チャルボコ、見てください、ここでも見れますね。ちょっと遅い、だけど雲だと、そこがヘッドホンが見れば、あ、진짜는멋있다、여기저기바닥이야、우와우와、되게괴상하네。어난데이거난데우와우와우와나무대교시마시고카메라가아까그거이거아니네이게괴상이야아닌것같아요그것도안돼요하나둘셋잘먹었어요아이거봐봐대박코미나코미코미진짜얘나했다니까쿠모쿠모쿠모진짜로아저랬어요유영자매스유영자매스요오메다시마샤메마샤하이데모호카노멤버와だけど見たことがないメンバーもいたから、雲が当たった、はい、これはちょっと、はい、今の正解はもう最初にユニオンさんが言ったんですけど、大きな雲がいたからで、正解はユニオンさんです。おめでとうございます。全然違ったんですよ。だけど見たことが全然ないメンバーもいるけど、これはちょっと問題、問題がもう難しすぎた。これ分かるわけないじゃん。ユニオンさんだけの問題、はい、の問題はそうですね。でも問題が悪いよって言ってます。もっと優しい問題にしてよ。ユニオンさん B 期の問題でした。でもユニオンさん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。だあ、ちなみに、あ、このメンバーの中で一番ビビリなのは誰なんですか。メンバー中で가장コビマーの사람은누구인가요。ジュネ。さあ、僕ですね。え、はい、やっぱりジュネですよ。コビナー、コビナー、コビマーな。はい、ヘッドがちょっと、え、本当にジュネさんは一番ビビリなの。僕は、なんだっけ、ちょっと고소공포증ちょっと難しいですね。고소공포증は高いところ、高いところに、高所恐怖症です。高いところで下ところを見たらちょっとなんか怖くなる病気です。ああ、じゃああれはあのジェットコースター、ジェットコースター行っちゃうの、
あ、それも全然できないんですよ。はい、それで富士急にメンバーたちと一緒にいた時があるんですけど、その時にも全然何もできなかったんですよ。それで何も乗らなかったんですよ。何も乗らなかった。はい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 。あのメリーゴーランドとかは。あ、そのぐらいはできたんですけど、それでちょっと怖かったから。はい。じゃあジュネさん以外のメンバーはみんな遊園地に行って でも、うん、バビさん빼고全部겁이많아요。なんか本当バビさん以外みんな本当はビビリだって言ってます、ね。バビさんが一番じゃあ、はい、強い。はい。침착해요。はい。一番強いんですよ。笑顔でしょ。もう全然ビビらない。何でも乗れる。モラド大切です。何でも乗れる。はい、なんかこうフリーフォールとか。余裕余裕です。 ありがとう。すごい。なんとですね、僕の方は、はいはい、チャヌが一番怖がりだと思います。実はチャヌさんが一番怖がり。お化け屋敷とかも全然入れないし、トッケビビジネス、もうダメ。全然入れないじゃん、こっちからでは。富士急のビジネッジ、お化け屋敷、僕と次男さんが못들어갔어요。入れなかったんですよ。でもその富士急のあれですよ、お化け屋敷は一番怖い、日本で一番怖いお化け屋敷とか、うん、そうでしょ。それは仕方ない。僕は入りました。入ったの。じゃあ僕は入りました。僕も入りました。全然ビンビリじゃない。はい。じゃあチャヌさんかな、一番。はい、チャヌさんが、はい、一番ビビリだって。おー、コミもあったの。なんとですね、ここでちょっと途中なんですけど、ハートが500万突破しました。おめでとうございます。500万おめでとうございます。おめでとうございます。チュカミラ、ハートを持ってください。ハートルマニチュゼオで、これさっき最初に話したと思うんですけど、即席のアカペラですね。チュソアカペラのれ。はい、ジュネさん何でもできるから。ジュネさんいつでもできるから。ジュネさんが歌ってくれるんですか、それを。なんか僕はなんか歌いたい曲があるんですけど、いいす、ね、韓国の曲の中で「いじょぼりじま」という曲があるんですよ。韓国の中で「忘れないで」っていう曲があるみたいで、はいはい、それを歌ってくれるんですか。忘れないでください。何を。僕たちのことをいつまでも覚えてください。皆さん忘れないですよ、はい、皆さん。じゃあジュネさんお願いします。歌います。はい。ハモニーちょっと。너와나언젠가남이되어도영영닿수없는사이되어도잊어버리지마왜잃어버리지마혹시나다른사람의손잡고있어도영영닿수없는사이되어도잊어버리지마잃어버리지마はい、ここまでです。イエーイ。かっこいい。思った以上に長かったですけど、素晴らしかった。はい。だけど次男さんが助けてくれなかったんですよ。これはハロウィンはいいんだけど、はい、他のメンバー関心は分かんないから。あ、そうです。でもおっそりがちっちゃ手間に。はい、ありがとうございます。歌声が素晴らしいです。はい、どういたしました。かっこいい、かっこいい。あ、わで、次が目指すのがハートの800万ですね。800万ハート、アジまだ来てないけど、カメラレンズのサインがありますので、もし皆さんハートをよろしく、はい、もう一度どうぞ、お願いします。皆さんハートをよろしくと言ってください。もしお願いことがあるんですけど、はい、もしハートが100万になったら、ユニョンさんが、ユニョンさんがなんかアカペラ どうなんですか、アカペラを見せたら、はい、これ面白いでしょ。ユニョンさん、はいはいはい、オッケーみたいな。100万になったら、はい、対面マン、はい、あの800万いったら、はい、1人ずつメンバーがカメラレンズにサインをしに行く。もうその時間があるから、その間にユニョンさん歌ってもらってもいいですか。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。괜찮아요。はい、オッケー。